セイラです。ひなです。ひめかです。ピンクラテ DB 始まるよ。イエーイ。今日の企画は歌しりとりです。イエーイ。前はあの歌詞のっとりゲームっていう企画をライブ前、もう4人の初期のメンバーだったんですけど、歌しりとりっていうのは語尾の一文字から歌詞を取って別の歌で奪い合っていくみたいな感じです。まあやってみよう。やってみよう。じゃんけんした。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、ゆなから時計回り。じゃあゆな、れいらちゃん、ひめかちゃんで。オッケー。ます。せーの、どうぞ。じゃあ私から。あ、ゆうとくんが言った。いきます。なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ。さちょっと最初から難しいかな。え、さってなんだろう。さって私わかんない。最初からわかんない。途中からの歌詞でもいいんじゃない、うん、最初から歌わなくてもサビからだけとか、サビの次の文字だけ。なんかはこれ思ってた。あーあー、絵が咲く。わかんない。じゃあ別の曲にしてみよう。あ、わかった。あ、咲いた咲いたチューリップの花が。が、え、待って、がやばい。がか、かればいいのか。か、かもめが飛んだ、かもめが飛んだ。だかた、え、待って、た、え、だかの学校は、え、だかの学校は、わ、わ、わ、は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 、あ、わかりました。は？から始まった曲。は？でもめっちゃ有名ってわけじゃないかも。一部の若者しか知らないから。え、わかんないでしょ、ほんとに。レイラ、苦手なゲームかな。はぁ、あ、自分で勝っちゃった。あー、罰ゲーム。じゃあ、罰ゲームです。え、罰ゲームなんですか。私、人間が多いから、ほんまにしよっか。簡単なやつにしとく、最初から。まあ、確かに。じゃあ、ドラえもんのモノマネまで3、2、1。僕ドラえもん。かわいい。気に入らなさすぎ。でも可愛いから大丈夫。じゃあレイラちゃんから。じゃあ好きな曲。好きな曲で、歌詞はドワスでしました。歌詞ドワス。ドワス、ちょっと焦りが。なーて秘密ならなーて、そんで特別なもの。待って、ないないない、なる？ない。ないよね。に、あ、にでと、にでと、せーの、にでと、にでと。と？と？え、となのかこれ。に、なんでというのかあれ。あの、じゃあとで止めたことにします。とでた、汗とつと涙で。で、あ、言っちゃった。手でも大丈夫。光る翼で。へでもベイ。へでもいいよ。ベイある。なんかじゃあごめんね、本当難しいのしかですね。あの近く2回ダメですか。ダメちゃう。そうだよね。でもわかんない。あ、へへ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 へ。君に会ってさ、僕は何を言ったらいい。可愛くなったね。ねねねね。ああ、あとはあーピョンで作った。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった。あー、分かるけど。分かるけど、しっかり歌えない。でも途中で止めていいんだよ。たから始める。別の曲にするか、分かんなかった。レイラちゃん。あー、ちょっとね。じゃあ次のしんちゃんモノマネ。しんちゃん、しんちゃん、クレヨンしんちゃん。しんちゃんめっちゃ得意だよ。クレヨンしんちゃんのモノマネまで3、2、1。オラしんのすけだぞ。なんで、なん
声地声でも可愛いからよし、うん、ちょっとさ、しゅんちゃんやってみて。え俺しんのすけだぞなんかこれよりさ、なんだっけ、まあいい、あ、まあいいや難しいね。じゃあ次はあれだけ思いついた曲だ。虹の向こう、夢を見なくちゃ、元気になるプレイリスト、シャッフルしてお気に入り。リーゴールドに似てるあれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋。いいある、今からリトグリの知らないか、いつかこの涙がこの仲間と過ごしてぶつかり合った日々が苦笑に変わる。ルルルル、止めないでラスト頑張ろう。ヒント出さなきゃ。あ、ルルで終わってもいいじゃん。いいの、よいよ。ルル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 ループする、あやだ、あ、今すぐ会いたいな、それだけ。わかんないから消えてゆくように、はあ、二人だけの空が広がる夜に。に、に、むずいやつだ。に、難しいか。あ、にょ、崖の上のにょにょにょ、あー、ぽんにょ、あー、にょにょにょぽにょぽにょ、にょにょぽにょ、魚のぽにょ、にょぽにょ、魚のここ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 、あなたの髪、ベイベー、ベベー、でも、大丈夫、え続いてる、え、ほら、しんのすけだぞ。
声似てる。あー、またガチャに叱られる。それはあんま似てないけど。あ、ほら、しんのすけだぞ。声太い、しんのすけ。40歳のしんちゃんです。楽しかったね。ね、もう生でもすごい楽しかったし、もっとものまねしたいね。モノマネ企画したいです。歌しりとりは、これもレイラちゃん苦手。苦手だったね。難しい。結構私が難しいの出しちゃった気がする。あー、そうなの。でも、頭全然回らなかった。思ってるよりできなかった。私も、なんかもっとポンポンいけると思った。全然できない。かわいかった。大丈夫、大丈夫。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。